は市民全員飲食店サポート事業についてであります。本事業につきましては、昨年8月臨時議会において補正予算議案として提案されましたが、2日間の日程で開かれた臨時会は、その開会目的であり、かつ唯一の案件であった本件補正予算議案を閉会中の継続審査とすることとした生活文化常任委員会の中間報告を受け、これを賛成多数により決定し、同日閉会いたしました。私たち日本共産党議員団は、採決に先立ち行った討論で、本件補正予算議案、すなわち市民全員飲食店サポート事業を計画通り実施することに賛成であることを表明するとともに、委員会審査を通じて当該議案を継続審査としなければならない明確かつ妥当性のある理由が示されていないこと、加えて仮に議論が不十分、あるいはいまだ当該議案にかかる疑義が晴れていないというのであれば、当該臨時会の会期中、あるいは議論する時間が足りないというのであれば、会期を延長してでも納得いくまで議論し、議案に対する結論を出すべきとの意見を述べ、議案の結論先送り、すなわち継続審査に反対いたしました。議会閉会後、市長は直ちに地方自治法第179条第1項の規定に基づき、本件を専決処分することを決め、予算を執行しました。これは同法が規定する議会が議決すべき事件を議決しないときの措置であります。言うまでもなく、この処分については、市長の恣意的判断は許されず、客観的事実が求められるところでありますが、まさに本件は、その要件を満たすと判断するに足りる十分な証拠があるものであって、適法であり、市長の権限として許容される措置であります。事業そのものにあっては、配布率、利用率、市民の評価はいずれも高く、特に問題ありませんが、昨年の経緯を踏まえ、この際、本件に係る対応については、法的問題がないことを改めて確認いたします。見解を問います。市民全員飲食店サポート事業についてでございますが、昨年度実施いたしました本事業につきましては、長引くコロナ禍の中、生活にお困りの市民、とりわけ深刻な影響を受けていた飲食店をはじめとする市内事業者を市民全員で応援するため、スピード感を持って実施する必要があったことから、令和3年8月臨時会を招集し、本事業に係る補正予算議案を提案いたしました。その後、生活文化常任委員会での審査を経て、当該臨時会において継続審査とすることが決定され、閉会されたことから、地方自治法第179条第1項の専決処分事由である議会において議決すべき事件が議決されなかったことに該当したこと、そして当該臨時会において本事業そのものへの反対のご意見がなかったことや、本事業を時期を逸することなく速やかに実施する必要性と緊急性があったことから、専決処分を行い、本事業を実施したところでございます。本事業につきましては、令和3年8月30日から12月31日までの4ヶ月間実施し、住民基本台帳に登録がある30万人の市民全員を対象とし、長期不在の方などを除いた 99% の方に、お一人当たり5000円のサポート利用券をお届けいたしました。サポート利用券は、1000を超える店舗等で利用可能で、実績といたしまして、14億6900万円分が使用され、使用率は 96.5% と非常に高く、内訳といたしましては、飲食・食料品が約 70%、日用品などが約 30% となっております。このため、約15億円が地域の経済に投入され、経済波及効果で言いますと、サポート利用券に関連した需給も見込まれ、その3倍から5倍の50億円を超える効果があったものと考えております。また、市民や飲食店等の事業者の皆様方からも多くの喜びの声もいただいております。以上のように、新型コロナウイルス感染症の影響の下で、現に苦しんでおられる市民の暮らしを守るとともに、
市内の経済活動を支えるため、時期を失することなく速やかに実施することができたことから、必要不可欠の事業であったというふうに認識しております。